した。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか。いや、まあ、いつもこうテレビで見てる側だったんで、ちょっと緊張しました。しました？はい、しました。そんな感じしませんでしたね。いやいや、もう、まあまあ緊張しましたよ。はい。試合に出るのとはまたね。ああ、もう試合に出てる方が楽です。ね、あの本番でもおっしゃってましたが、現役を終えての一言感想をお願いします。いや、もう本当に、まあ、ちょっとホッとしてる部分が、まあ、ありますね。はい。なんか裏で上原さんとお話しされてて、こう辞めるってなった時に、うん、次の日からなんか体の調子がおかしくなる、ね、最初。ね。でも本当にあの次の日から急に肩痛くなって、肩は全然手上がらなかったりとか、気持ちがやっぱ大きいんでしょうね。あ、メンタルで、ね、いやでも本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。上原さんはあれですか、打ちやすかったですか。いや、僕は嫌いではなかったです。嫌いではなかった。はい、俺も好きではなかった。嫌いではなかったというのは、僕意外とあの要所要所で結構上原さんから打ってるよね。出していただいてる。はい、あ、出していただいてるじゃないよ、こっちは抑えに行ってんだよ。そのあたりじゃあ2人でやっていただきます。挟んでいいそんな。これ捨ててもあれ、福留さん対上原さん、ちょっとこんな感じで。あ、でも分かりやすいね。トータルしたら、うん、MLB も足して100ちょうど出すんで。はい、100の33、33、うんうん、3割3分、打ちすぎやん。打ちすぎやん。僕この この MLB の1安1安だって、あれホワイトソックスでしょ、テキサスの。これテキサス、はい、ホワイトソックスでしょ。僕代々出て行って、はい、レフト前でしょ。レフト前覚えてるよ。 ありがとうございます。あー、いつものあのヒットの感じやなと思いながら。あ、やっぱり思い出しますね。でも日本人対決ってあんまりないからね、その辺は覚えてますね。本当上原さんはもう100号のホームラン言わない、一番ですね。言わない。あれ僕の中で、松本しか地下大学、僕の中で一番飛びましたからね。あ、忘れられない。 150m ぐらい行ってんちゃう。あの本当に東京ドームの看板の上に当たった。はい、上にじゃねえよ。爽快だろうなと思って、ね、あれこそ本当にこう打った時に感触がないっていうのは、そういうああいうことなんだなと思うような。あ、もう打てない時は全くダメでしたもんね。もう手が出なかったです。あ、そうですか。3割3分やろ、うん、打てない時ないやん。いや、もう7回、6回、ちょっと7回失敗してますからね。え、どういうこと。3割3分でしょ、だから、うん、ああ、まあそれで、ね、はい、10じゃないんだったら、はい、まあまあそうだけど、3割3分って十分でしょ。十分ですね。すごいなんか雑談魂みたいな感じになってますね、今ね。いいですね。呼ぶけどね。あ、呼ぶけどね。うん、ね、ぜひ YouTube ね、登録してください。え、これ大丈夫？ありがとうございます。